のポテトが出てこない。急にバズってきたぞ。大丈夫か。ああにゃーん。えにゃーん。今こんなになってんだけど。ウイスキーチェストチップスじゃん。ごぼう。岩木手土地クッキング久しぶりのやつです。よっしゃ、ポテパがやりてえと。ポテパがやりてえと皆に号令をかけました。集いし者たちへ。ポテトシカラムです。集いしポテトが光さす道となる。俺たちポテト、集いしポテトの中にいるんかね。なんかちょっとポテトらしくないやついるんだけど。いや、ですがこいつはポテトですよね。私はポテトと認めよう。ではこいつもポテトです。さつまポテト、秋のポテト、別世界のポテト、で、これらでポテトチップスを全然作っちゃいましょうよ。ただちょっとポテトパーティーにしてはなんか見慣れないものも多いんですけども、今日この辺ペレオが調達してきてくれた珍しい香辛料だね。聞いたこともないようなカルダモンや八角、八角やら、シナモンスティックやら、これで何を作るんですか。カルダモン進化、クラフトコーラ、クラフトコーラマン。やっぱポテパといえばコーラ。いやもうジャンキーに行こうぜ俺たち。というわけで、これからポテイトと、クラフトコーラを作ります。やったー、レッツクラフト。本当にやれるのか。いけるさ。一旦ですね、あの皮むこうと思って、まあ、剥いてるとこ取ってもしょうがないだろうと思ってペレオにあの撮影施設剥いてもらったんですよ、ピーラーで。うんうん、途中経過を持ってきたわけじゃなくてこれ完成で、ペレオが出してきたのがこの状態。いや、まあ、皮も食えるけどさ。これやめてよ。これこれ、違う、そこはデコボコで剥いてこれ、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 ダン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 、ロイダークリでは間違いなく、ここは切るんだよ。剥き直します。改めてペリオに剥いてもらいました。ありがとう。綺麗、いや、綺麗だな。スマイモなんて別に剥かなくても食えるからね。まあまあまあ、見栄えですよ、見栄え。これをスライスしていけばいいんですか。まーい、まーい、まーい、もうスライスしていきます。まーい。薄さ2ミリらしいけど、本当はなんか、別の器具とか使った方が楽だけど、2ミリ、2ミリ、2ミリ。俺はおぉ9。俺の抜刀術を見てください。うわぁ、すげえ。これ2ミリいけてるか。2ミリいけてっちゃうか。これね、ちょっと歯ごたえが良い感じになってきたぞ。あ、でもいい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、それ知ってる。ポテトチップスの薄さ、いけるか。あ、いけてる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 か。ちなみにさ、後半戦に至る前に芋がポロってなってきた。下に行けば下に行くほどだんだんって、熱くなってきてる。シリスボミになってこう斜めになってってる。あの、流氷ダビですね。流氷ダビポテトチップスです。流氷ダビの付け方合ってる。わかんない。おー、あ、すごい。ハートのポテトが出てこないね。ハートのポテトが出てこない。これで、これこのままのサイズで負けたらめちゃくちゃでかいんじゃん。急にバツイの来たぞ。大丈夫か。あー、うまい、うまい。途中から歯入れてくのいいっすね。これが熟練された技です。磨き上げられた技です。いつも結構ポテトとか切ってる。まあそうですね、ポテト切るところがまあなりわいと言いますか、それで生きてきたところなので。あ、やっぱ僕出身北海道なんで。ああ、北海道のジャガを。そうですね、北海道で採れたジャガを、まあ、切って、これ切りづらくていいか。最後ね、そこはもういいんじゃないですか。いや、俺は限界まで行くぜ職人。諦めよう。俺は限界まで行くぞ。もう無理だよ職人。ザンザン。まあまあまあ、このままじゃ。じゃあこれを10分程度水に浸しておきたい。はいはいはい。なるほど、アク抜きみたいなことか。そう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 。オッケー。薩摩の方はどうなんだ。同じ手順でやってみますか。水を入れている間に私が、そうですね、次ションさん、ね、ションくん、やればいいんだよね。今の見てたよね。急ぎよ。ジェイビーさん見てましたよ。あ、なんかいい感じだね。薩摩ポテトっぽい。ぽい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 。うん、いいよ。彼にならあとをさせられる。でも結構バズいよ。むずさ。これさつまいも。薄い、薄いよ。薩摩聞いたことないもんな。これあれっすね、硬いっすね。硬いね、うん、音が、ね、音より硬い。猫の音気をつけて。あっ、
あ、芯があるのか。こういう時は逆サイドから切る。ナイス、ナイス起点。なんもない、本当に硬いだけなんだ。ねえ、硬い。片身、片身狭い。片身大丈夫、辛いの。話聞こうか。なんかあったら、ほら出されてるも。俺ならそんな辛い思いさせへんのに。ステチあるよ。完成。やっぱ薩摩でかいから多いね。で量も多い感じになりましたね。薩摩、うん、チップス。はいはい。なんかパリッパリになりそうだね。よし、これも水につけてみましょう。はい、つけて。はい。10分。ポテト水つけてる間にクラフトコーラの作りに入っていこうと思います。よし、行こう。ペレオさんにですね、レモンを輪切りにしてもらいます。クラフトコーラのレモンを輪切りにします。はい、5ミリ間隔です。5ミリっすよね、はい、ペレオズクッキング。一番こっち側を外して5ミリ。それ絶対1センチあるわ。これ1センチある。ほら、こういうのでいいんだよ。いや、そのぐらいなら5ミリじゃん。あ、いいじゃん。これ5ミリぐらいなら5ミリだね。これ5ミリいくよ、うん、俺の角度だと一瞬1センチあるかと思ったけど。いや、いいんじゃない。はい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 。そんなにちょっといいっすね。うん、多分こんなもんだよね。味がね、こう染み出せばいい感じになりますよくらいの薄さってことだよね。いいわ。あ、いい感じ、いい感じ。いいわ。指気をつけて。あー、猫の手、にゃーん。え、にゃーん。カットです。あんま猫の手なってないし。まあ、持ちちゃう。親指、親指危ない。親指、親指だ。はい、ナイス。これでいいか。はい、1、2、3、まあこれくらい切っとけばいいでしょう。で、翔さん。はい。カルダモンは鞘を割ってシナモンスティックは半分に折るって書いてある。カルダモンはどれですか。カルダモン、カルダモン、カルダモンだ。だってカルダモン、なんか進化しそうな名前だね。だってだって、あんなこと言った。カルダモン。このカルダモンを鞘割るだって。鞘を、鞘割る、手で割れるんだって。ハッツルだって。あ、なにこれ、ピスタチオみたいなこと。割って、別に出さなくていいのよ。出さなくていいの。割るだけ割るだけ。割るだけ。割るだけ割るだけ。あ、香りが立ち込めてきましたよ。ほんとだほんとだ。マジマジマジ。皆さん、いい匂い。よし。メキメキ聞こえますよ。どんな匂い。あ、割れて割れて。ナイス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 。これがカルダモン。それ8粒いこう。うん。じゃあ、俺は裏でポテチを乾かしてる。おいっす。はい、だいたいこれで8粒くらい。シナモンスティックを。シナモンスティック、はい、ペレオいきます。半分に割る。これ折るということは簡単な方ですね。縦に半分に割るのかと思いましたが、折るでいいです。折るでいいんだね。シナモンスティックは2本だ。2本。はい、折るよ。手で折るのかな。いきます。おい、いけんの。おっ、おい、折れた折れた。こういうことや。これで香り出すんだ。シナモンの香りする。へぇ、わぁ、めっちゃする、めっちゃする。なんか香ってきてるけど、ふんわりふんわり。割ります。あ、え、ちょっと、おい、あ、はいはいはい。なんかイメージ的にはカレー枝をこう割ってるみたいな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。できました。あとはなんと、うん、これ材料全部入れて鍋で火にかけて煮るだけ。へえ、煮るんだこれを。はい、こちらがですね、ペレオが買ってきてくれた、でさっき割ったり半分にしたりしたカルダモン、シナモンスティック、黒胡椒、クローブ、スターアニス、まあ、これ八角入れたんだっけ。で、ジンジャーパウダーがないから今普通に生姜を JP になんかすって切ってもらってるところですね。で、これをなんか水で煮詰めて砂糖を入れて炭酸水で適量入れたらコーラになるらしいです。本当に。やってみよう。こちら水が煮立ったので、この混ぜたやつ生姜も入れました。おー、やばいぞ。すごい香りが漂ってくるよね。これでなれどうにかなんのか。まあ、この鍋でっかいからなんかすごい今ね、そこにいろいろ溜まってるだけになってるけど、これ煮詰めたら、なるの。信じられない。レモンも入れます。はい、なるというのか、コーラに。今こんなんなってんだけど。200ミリだからこんなもんだよね、水。ここに砂糖入れます。はい、ポテチを入れるぜ。よし、どうなる。いけー。おー、おー、おー、上がってる上がってる上がってる。おー、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 いけー。上がってるよ、これ芋が踊ってる。温度高すぎか、これ。これで、まあ最初は細かい泡が出るけれども、だんだん。あ、そうなんだ。そうそうそう、合ってんだ、これで。これでいい、これでいい。すごい。これで今、水分を飛ばしてパリパリするわけだな。そういうことだ。これで2分30秒ぐらいやったら、2分30秒だ、ペレオ。ポテチになるぜ。ね、そんなわけあるか。さあ結構いけそうだな。すげえ、もう
左の鼻の穴にポテチの香りが、右の鼻の穴にこう香辛料の香りが出て、とってもすごい。本当にコーラになるんだろうか。クラフトコーラあと2分、ポテチはぼちぼちか。あ、なんか端がポテチらしくなってきた。なんか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 なってるな。ただ俺結構分厚く切っちゃったから意外とね。あー、これとかもポテチよ、ポテチ。あ、それもポテチだ。いい感じにポテチだって。あ、妻ポテチじゃねえか。お前ポテチか。おいおいおい、第1号とりあえずポテチにはなってるよ。おいおい、ポテチじゃねえか。ポテチだ、ポテチだよ。こんな風になるんだ。かなりでかいポテチが来たよ。すごおい、うぅぅ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 ぅ、ポテチできた。はい、ちょう親方、さつまでやんす。ええよ。この揚げた油、そのまんまいくぜ。じゃあどう、今度は、さつま揚げ。さつま揚げ、練り物でやんす。さつまいもの揚げで、さつま揚げ。これが次元流よ。これが本当のさつま揚げ。テストじゃ、うぅぅ、ジェービスキチェストチップスじゃ。チェスト、サツーマが来てる。ああ、サツーマもまあ見た感じそんな感じ。あ、でもなんかなんか違うね。黄色っぽい、なんだろう、黄色っぽい。うん、サツマチップスだよ。いよい、おお、ウィゾンのサツマチップスじゃ。イエーイ、拝借します。というわけで、おっしゃ、サツマイモとジャガイモのポテチができて、クラフトコーラのイエーイ、これだ、だしというか、だしだしだし、まさかあの林さんのティーポットもこれクラフトコーラに使われると思うまい。いや、まさか思うまいって使いました。なんでこちらをですね、はい、ここに注いで、これと炭酸と、そう、割ろうかなっていうことですね。混ぜていきます。よしよしよし、はい、だからあの生ぬるいコーラ飲むことになります。これが炭酸水が冷えてるか。ちょいぬる、大事なのは味なのである。お、色は若干の黄金色というか、コラっぽい。匂い嗅いでもらっていいですか。じゃあ失礼して。コーラの匂いだ。ほんとに嗅いでみなって。あー、コーラの匂いだった。これ割ったら、あーね、あー、これ嗅いだことあるやつだ。すごい、あー、これでぴったり炭酸で入れ切りました。おぉ、期待高まる匂いだったよ、今。なんというかね、なんというか、クラフトコーラ。わかるよ。タイミング薄かった場合嫌なので、一回半分くらい。半分くらい入れるか。ポテパがやりてえと。ごぽーん。ごぽーい、レッツ。どれどれ。あ、コーラだよね。あ、あー、まあ。いや、わかるわかるわかる。あ、ジェミが怪しい顔してる。いやでもね、これね、うん、飲んだことのあるやつですね。なんかどこかにはコーラは確かに。あるある。これうまいよ。感じる感じる。ドクターペッパーに近いかもしれない。ああ、なるほど。一瞬だけサイダーの味がした、うん、ああ、それサイダーね、炭酸。複雑な味がすることは確かでは。普段のやつより全然香りが強い、うん、すごいいい匂い、うん、あー確かに。でもね、全然飲めるし、冷やしたらもっと美味しいね。いや、これは普通にクラフトコーラの完成ですよ。できましたね。じゃあちょっとポテチは JB さん先頭切ってもらおうかな。いっちゃおうかな、はい、目の前にね、俺が持ってきた調味料があるんですが、実を言うとこれは多分出来上がりのものに振りかけるものではないので除外だ。そうだ、違ったんだ。除外だ。塩とかもあるけど、あれしない、しない。あれ、思ったんと違う。油吸ったクッキングの上に乗ったままだから意外とこうなってるのかもしれないのであって、本当はもうちょっと油飛ばした方がいいってことか。まあそうだ、まあ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 、でもポテチになるかどうか。いただきます。お、パリッていった。パリッていった。どう、芋、芋。あれ、ポテチじゃなくて芋。いや、芋。自分もいいっすか。間違いなくポテトチップスではある。あ、もうちょっとしんない。でもね、しなって塩欲しい人。いただきます。いると思う。あ、あ、うん、パリパリ部分もあるよ。うん、あの端っこはポテトチップス、真ん中は芋。芋。いやでもポテトチップス味は感じるよ、ちゃんと、うん、うまっ。手順は間違ってない。うん、あ、思わずね、これ飲みたくなる。あ、そうだね。手伸ばしてたわ。みんな自然とね。
うまい。うん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 、パーティーしてる。全く別のものにはならなかった、うん、ちゃんとポテトチップスとクラフトコーラです。親方、さつまいもの方。あ、さつまいもの方。こっちなんか形が、さつまいもはすごいパリパリしてるね。パリパリしてるね。パリパリしてる。いい感じに乾いてる。いただきますよ。おー、いい音。来たこれ。いい音。どう？うん、うまい。あ、マジで。ちょっといただきます。塩とか出すのいいよ。めっちゃいい。どれどれ。あ、あ、これ、うん、あ、なるほど、知ってる。なるほど、なるほど。あるね、これ、うん、これ知ってるわ。純粋なチップスです。いいですね。これは、うん、うん、本当に自宅で簡単にできる。やっぱさ、さつまいもって甘いからさ、うん、もう味付いてるから、うん、塩と、あとこの、うん、味付けるやつ、うん、はいはい、チーズがあったらもっともっと美味しく、あと湿り気も全部外したら本当にチップスになるので、うんうん、だってこれもう今、キッチンペーパーも油まんまできちゃってるもんね。ジャグの方が油的には吸うんだね。浸してたんだけど、ただ間違いなくポテトチップスになることは証明されました。うん、うん、いや、うん、いつも食ってるようなポテチだもん。うん、うまっ。大成功です。飲んじゃうな、クラフトコーラも。残りも食べて、残りの大量のもあげて、うん、うん、今夜はパーティーし尽くそうぜ。パーティー、これいつでもできるってことが証明されたから。京天堂チキンクラブクッキング技能10%上昇おめでとう。イエーイ。